ズカワ巾着街は、イタヤ街かエゾギン属スイフトペクテンに分類される2枚以外の一種で、ある。新生代先進予末期に生息した多くは、万願寺動物群の化石種とされ、富山県の頭川層より化石が産出する。原生種では北海道などに生息するエゾ巾着街が最も近煙である。種商名ジュルスワカラが、特有の不可成長する際に生じる。 階段状の輪原が、ジョセル王の階段ピラミッドに類似することに由来する。富山県高岡市の頭側総上部から記載された。蒸気以外の産地は知られていない。板や外科の貝類としては中大型で、同心炎上、放射状の凹凸が殻全体に広がっている。化石記録などから、エゾキン着属は、北。 太平洋を中心に生息する寒流系の庭以外であることが知られているが、図川巾着街が産出する日本海中部沿岸域は生息域の南限域であると考えられている。本属のタイプ種であるエゾ近着によく似ているが、本種はサイズがより小さいこと、角表全体にある放射細薔薇が44から46本と少ないこと、拡張角がより大きいこと、 太い成長アバラの段差がより大きいことなどの点で区別される。ありがとうございます。